んにちは。めっちゃ久しぶり。こんにちは。こんにちは。お疲れ。今日も一日お疲れ様です。久しぶりだね。ちょっと前髪が伸びたのかな。こんにちは。音出てる？音出てないことある？音出てる？ちょっとこのさ、不安定な感じ懐かしい。不安定なティッシュ、ティッシュ箱、ティッシュ箱、なんかティッシュ箱、ティッシュ箱なんだこれ、あのウェットティッシュみたいなやつの上に置いてるからちょっと不安定で、低めから低めのカメラ位置からやらせていただいてるんですけど、お久しぶりです。なんだろうね、結局あれだよね、あれぶり、リミスタぶりですかね。そんなことないかな、わかんないけど、今日は劇場公演のね、思い出とか普通になんか文とかで書こうと思ったんですけど、語彙力ないし文多くなるなと思ったから、ショールーム久しぶりにしたいなと思って、今日はこれから結構レッスンが続くんですけど、早めにちょっと準備してきました。来てみました。久しぶりだからさ、別に今日メイクしなくてもよかったんだけど、ちょっとメイクしてきちゃった。みんなこんにちは。こんばんはじゃないか。そう、やっほー。久しぶりすぎて緊張する、なんかこの間もそんなこと言ってたかも。カメラで買ってきました。カメラで、世界が認めた、バリスタが認めたカメラで。じゃあまず劇場公演の思い出を振り返っていきましょう。振り返っていきましょう。あ、そう、あとみんな何時だろう、今何時だっけ、16時45分くらいになったら教えてください。ちょっと今この部屋に時計がないのでみんなにお願いします。まず劇場公演の思い出で言うと、私ちょっと待って、テロップでも書こうかな。劇場公演の思い出で言うと、まずは初日は私は高橋チーム B で初日を迎えさせていただいたんですけど、シアターの女神公演、そう、高橋チーム B で、何年前だろうね、初日加入して1年経ったかな、あれって経ってない、経ってないくらい。まず久しぶりとか、初めましての方はあんまりいないかもしれないんですけど、一応自己紹介してきます。 AKB48 ドラフト3期生の茨城県出身、マホピョンこと森マホです。そう、チアターの女神公演でデビューさせてもらって、その前にドラフト3期生と16期生のなんていうんですか、まあメモステレビの企画でオーディションみたいなのをして、あ、なんていうの、企画なんていうんだっけ、ああいうのって、合宿して、ゆきりんさんがプロデュースした研究生公演のアイドル修行中公演っていう公演があったんですけど、それはもう私は本当歌、ダンスと歌の審査があったんですけど、何日間3泊4日くらいしたのかな、なんか富士山の近くのめっちゃ寒い時期に合宿場借りて、みんなでなんか何泊かして
それで歌とダンスを、歌は菅井先生に見てもらって、ダンスはアナ先生とか、なんかいろんな方に見てもらって、その上で選ん初日を決めるっていう、なんだ、企画したんですけど、そこでまあ普通に1日目、一回なんかダンスも歌もさ、徐々に落とされてく系だったのね。で復活もありみたいなさ、でもちょっと昔、一昔前だとあるあるな、あのレッスン、オーディションみたいな感じだったんですけど、私は本当一発、どっちも一発で、あの外された、あの速攻消えてったダンスも歌もできなくて、本当に合宿所でマジでずっと暇してたんですけど、暇すんなよって話なんだけどね。みんながだってなんかカメラ入ってさ、なんかレッスンとかさ、なんかトレーニング、ボイストレーニングみたいなのが受けてる間に、私はもう外されてるから、その時点で部屋の中でなんかテレビ映ったの3秒やばい、うん、本当に映ってない、ほぼ映ってないレベルの、まあ、そんな合宿があって、 でもなんかアンダーで、そのアイドル志賀中公演ってマナクルがね、センターだったの、ダブルセンターみたいな感じで、大体私クルちゃんのアンダーだったんですよ。でアンダーメンバーもちろん初日メンバーと一緒にずっと、レッスンしていくんですけど、なんかそのレッスン、私ね本当にレッスン、なんその自分が本当に立ち位置に入ってやらないと覚えれなくて、本当の立ち位置の場所に入って動いてでやらないと、だからそのレッスン受けて、その後ももう何ヶ月も毎日レッスン場に茨城からこう通って、レッスン場に閉じこもってずっと練習してたのに、何年1年くらいやったのかな、あの公演って。ずっとやってたんですけど、結局覚えられなくて出れなくて、初日それを迎えれなくて、その公演、アイドル修行中公演初日迎えれなかったんです。だからもう同期とかみんなデビューしてるのに、劇場、私はデビュー、だいぶみんなから、同期から遅れを取って、チーム B の、あのシアターの女神公演の初日で、私も初日を迎えることができたんですよね。その初日も、もともとその高橋チーム B にいた本田ひとみさん、ひーさん、おひーさんのところの、私おひーさんのアンダーでそのチーム B も覚えてたんですけど、そうおひーさんが急遽そのプロデュース48のね、プロデュース48で韓国でデビューするって決まったから、そう途中で、あの初日メンバーに私はなる、急遽初日メンバーに選んでいただくことになって、そこで初めて自分の劇場デビューもだし、高橋チーム B の初日もそこで迎えることができて、そう自分にとってそこが初めて劇場に立った時ですね。すごいことなんですよね、やっぱ研究生で、その研究生だったよね、まだ私って、研究生だった、研究生でチームの公演の初日に立つってことがすごいことなので、そう、それが私の初日でした。めっちゃ印象に残ってる今でも。でそこからまあたくさん、その高橋チーム B、 岩立チーム B のそのシアターの女神公演、ずっとチーム B だったので、めっちゃ続いたよね、シアターの女神公演って4年くらいやったのかな、4年間くらい続いた公演でも、結構一番って言ってもいいくらい思い入れがある公演なんですけど、自分にとっても。そうシアターの女神公演をたくさんさせてもらって、その次に私が出たのが、それも研究生の時かな、昇格したけどまだ初日は研究生で迎えてるから、そのなんだっけ、パジャマドライブ公演、パジャドラを研究生でリバイバル公演させてもらって、そう私が2個目出た公演はパジャマドライブ公演で、それもなんか、まあ、めっちゃいろいろあって、そうなんか結構最初覚えてたポジションと違うポジションになって、まあ、みんな結構ぐちゃぐちゃになって
で、そのまた新しく覚え直したポジションで初日をみんな迎えて、そうで、そう、まあそれはみんな研究生だったんですけど、そのパジャドラが始まってまあまあほんのちょっとかな、何ヶ月とか経った時に昇格させてもらったのかな、13周年公演とかじゃない、 AKB の14周年公演いつだったっけ、私が昇格させていただいた時の何周年だったんだろうあれ。でもまあそうで昇格させていただいて、同期では私と矢作萌香ちゃんと多田京香ちゃんの、私が B で萌香が K で京が4の4人、ドラフト3期生からではこの4人が昇格、4人じゃない怖い、3人3人昇格させてもらって、まあそこでもねいろいろあったわけですよ。だってその時点で私まだ劇場公演に1回か2回、そんなことないかな、わかんない、本当にマジで全然出てなかったのまだ公演に、多分おそらく、そういえばまあ少なくとも同期よりはもう確実に全然出てなくて、公演にね、みんなはだってアイドル修行中公演で100回とかもうやってる子とかもいて、そうなんですけど、昇格おかしいじゃんってなるじゃん、やっぱなんで全然さ公演も出てないしダンスもできない、なんで私が昇格、みんなやっぱ昇格を目指してるからさ、それはそれ当たり前に研究生の一番の目標ってやっぱ昇格だと思うので、うん、なんだけど、そういろいろあったけど、でも自分もすごい戸惑ったし周りも戸惑うしなんですけど、まあ昇格させていただいたからには頑張るぞっていう気持ちでそこからいろいろ活動していって、その後に結構そのずっともうパジャドラとシアターの女神めっちゃ出てたよね、その時期公演めっちゃ出てて、その2つ、それの次が僕夏かな、僕の夏が始まる公演、ゆきりんさんがプロデュースした僕夏公演かな、そう、それもありがたいことに初日メンバーに選んでいただいて、そうですね、まず僕夏はめちゃめちゃすっごいたくさん練習したな、どれも練習したんだけど、初めてなんかそういうチーム以外の先輩方と一緒に初日を迎えて、一緒にチームの垣根を越えてなんか初めてその公演に出れる、一緒に出ることができる先輩とかもいたし、そこでそうだからすごいなんかめっちゃ練習したな、うん、それ初日で懐かしいね、さっきまではアイスティー大好きな、加入前から大好きな曲コミさんがそう入ってて、さっきまではアイスティーって、それの3人バージョンでユニットで、ユニットはさっきまでアイスティー選んでいただいたりとか、そうめちゃ懐かしいね、衣装も可愛くて、でそれが3個目かな、うん、そうなの、僕夏で、そこからコロナ禍になったのかな、もう確かコロナ禍になっちゃって、なかなか劇場公演とか16人で公演できることがあんまできなくなって、で僕夏も8人バージョンとかになって、まあ、ポジションが変わったりとか、ユニットがやっぱ 2個ユニット出るようになって、オーベイビー私出てたよね、オーベイビーと、あとなんだっけあれになった、カフェラテが入って、カフェラテだっけ、なんだっけ、なんかユニットなんだっけ、もう一個待って、悔しい出てこない、違う、さっきまでアイスティーじゃなくなったの、8人バージョンになってから、なんだっけ、うわめっちゃ悔しい、うちめっちゃギリギリまで、ギリギリまで毎回歌詞確認してたのに、なんか氷がカランコロンみたいなめっちゃ悔しい、なんだっけなんだっけなんだっけ、ちょっと覚えてる人いない、めっちゃ悔しいんだけど、え
ってる人いないわけ。私がやってたユニットもう一個もう一個え、いっぱいやってたじゃん。か5人くらいでさ氷がカランコラ、最後にアイスミルクを飲んだのいつだろうだ。え、最後にアイスミルクを飲んだのいつだろうそれ、え、それってさ、私もうその公演以来一回も歌ってないし聞いてないかも、ごめん。え、めっちゃいい曲だよねあれって。しかも今の季節に聴きたい曲、めっちゃ聴いてみて。最後にアイスミルクを飲んだのはいつだろう、めっちゃいい曲だから。え、その歌い出し、私の歌い出しがえいつもねギリギリになって頭から飛んでっちゃうの。そう、それで毎回ヒヤヒヤしてギリギリにあの裏でこう後ろからさ、今の臭いものだらけみたいにこう何スタンドマイクを持って出てくるんですけど、後ろから。え、本当に私の歌い出しの歌詞が本当にマジで何回やっても覚えられなくて、ギリギリにマネージャーさんにこう裏で言ってもらって、それをずっと頭で唱えて私の歌い出し言ってましたっていう裏話まあ大体そうなんだけど、私のユニットとかなんか曲とかってすぐね覚え忘れちゃうの、急に。何回練習しても急に飛んでっちゃうの頭から。そう、懐かしいね。そんなのもあったりとかして、まあそう、僕夏もなんかさ、あとさ、この間のさ、その9月1日つい先日やった最後の現 AKB 劇場の最後の公演でもさ、17期ちゃん18期ちゃんとかがやってたけどさ、あの1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13ってさ、あれもちょっと題名忘れたんだけどそれあれも僕夏でさ、そのないパラダイパラタってなったパパパパパラダイス、え、あれもさ16人バージョンの時やってたんだよ僕夏の。でも8人バージョンではやらなくなったの。そう、ちょっと懐かしすぎてエモかった、あれ聞いて久しぶりにそう、ノーナイパラダイスすぐ忘れちゃう。そうなのそう、あれがあったりとかねしてたし、すごい久しぶりの人ありがとう、久しぶりの人ありがとうね。そう、懐かしいよね、僕夏もいっぱい出てたよね、懐かしいな。でコロナ禍でアイルっていう、そのゆいゆいちゃんとずきちゃんとれいちゃんとさとちゃんと私の5人の、まあ、AKB でその時期すごいいっぱいいろんなユニットが、あれユニット作ってて、で私はアイルっていうその5人すごいね、とんでもメンツに なぜか私みたいな、すごい嬉しいんですけど、まあ、それもいろいろあったよね本当に。なんでこのみんな人気面選抜面なのに、そこになんで不人気の大盛りが入ってるんだみたいな、なんか叩かれたりもしましたがうん、懐かしい。そのアイル公演とかあったねだってさ、エゴサするとさ、そういうのいっぱい出てくるんだもん。そのそう、別にわざわざ調べてるわけじゃないんだよ、エゴサ。あのツイッターは名前調べるじゃないですか、よく。その時期とかめっちゃ調べてて、やっぱそしたらさ、そうやって書かれてるんだもん。でも全然その時はちょっとは気にしてたけど、今は全く何も気にしてないですそう、懐かしいね。アイル公演もいっぱいねやったりとか、懐かしい。なんかでコロナ禍は劇場ねあんまりできなかったりしたから、そう、2人公演はね出れなくて、そうハートエレキとかやらせてもらったよね、懐かしいな。楽しかったね、やっぱさ、その5人で公演っていう、今までになんかその少人数で公演って、その8人5人とかさ、コロナ禍じゃなかったらやっぱできないことだったし、それはそれですごい、なんかすごい貴重な経験だったなとか思ったり、今思ったらね。でその後に浅いチーム B に、このチームの組閣があって、浅いチーム B に私は名乗らせていただいて、
で、アイドルの夜明け公演をチーム B、浅井チーム B でやらせてもらって、そう、それもうそこは割と最近の記憶だよね。1年半とかかな、2年経たないくらい、今から。そう、どっちも私は2回ん1回組閣 2個のチームを経験して、どっちもチーム B だったので、もう生粋、そう、その時2回中その何、高橋チーム B から岩立チーム B からその浅井チーム B になったのが、私とゆきりんさんとさきさんの3人だけだったので、そう、チーム B でもう2人とも卒業されてしまったので、もうチーム B、 生粋のチーム B は私だけになっちゃったんですけど、今となれば。そう、それで、まあ、8人公演してましたよね。で、その次だと今やってるあのゆうりさんがプロデュースしてる今日は誰に恋をする公演もありがたいことに初日メンバーに、そうありがたいことに選んでいただいて、今もあの出張公演とかでやってるんですけど、そう、すごいね、なんか思い返したらさ、思い返したら私が出たことがある公演って、出たことがある公演って全部初日メンバー初日で出させていただいてるんですよ。そう、思い返したらね、なんですけど、そう、ちゃんとね、みんなには何も詳しいこととかあれは言ってないからあれなんですけどね、9月1日に発表があった、その次の12月8日の送信公演ね、そうね、まあ待って、そんなつもりはないんだけど、違う、なんかさ、ちょっと待って、ティッシュ裏面でさ閉じちゃったから、違う、そういうつもりじゃなくて、普通にね話そうと思ったんですけど、まあそう、12月8日に AKB48 の新しい新公演が、しかもあのね、秋元先生の書き下ろしで新しいその公演が始まる、すごい何年ぶりすごい久しぶりにもらえて、オリジナル公演がで、12月8日に初日があるんですけど、まあその初日メンバーには選ばれはしなかったんですけどそう、でもその私はもともとその発表がある前から聞いてて、あの報告じゃないけど、あの連絡がもともと事前にあったので、公演のみんながみんなのファンの方が知るタイミングの時にはね、私は前日とか前々日くらいには知ってたんですけど、選ばれてないっていうのは可愛くないからやだな鼻赤くなるんだよね、うん、だからなんかその聞いた時はなんか、うん、そう、初日やっぱもともとさ、私はすごいめっちゃずっと恵まれてて、ありがたいことに、なんか今までずっと公演とかは初日メンバーですごい出させてもらってたりして、うん、公演ね出させてもらったりしてたんですけど、初めてなんか初日じゃない初日メンバーには選ばれなくて、うん、悔しくないわけはないんですけど、でもそれを初めてそうやって聞いた時に、なんか全然一人の時は泣いてなかったんだけど、そう、そうやって聞いた時に全然泣くとかなくて、なんかすって
なんて言うんだろう、悔しくないわけはないんだけど、でもなんかめっちゃ腑に落ちるじゃないけど、最近全然やっぱ公演に出れてなかったりとか、あとまあもちろんダンス苦手だったり歌詞を覚えられなかったり、またまたそういう自分ってアイドル向きじゃないなっていうところがたくさんある中で、ですごいたくさんすごいさ、やっぱ何でもできちゃう、すごいたくさんできる後輩とかが増えたりして、でやっぱその中で自分が選ばれる要素ってなんだろうって思ったら、あんまりないなって思ったから、そう、あんまりその時はそのめっちゃ悔しい、まあ、悔しいけどまあ腑に落ちちゃったっていうかそうなんですよね。だからそこでめっちゃ泣くとかなんか大暴れするとかなかったんだけど、でもやっぱりなんかファンの方は公演なんか今でさえさあんま出れてないのにさ、多分初日じゃなかったら私ってほんと出れないと思うの。アイドル修行中がさ初日じゃなくて覚えられなかったようにさ、なんかそれの不安とか、あとファンの方が握手会の時とかに次また公演で会えるのは12月8日の新公演かなとか、新公演楽しみにしてるねってすごい言ってくれてたから、なんかファンの方に申し訳ないなっていう気持ちがすごくあって、だから、そうだからだからね、だからなんかちゃんと話そうって思って口でなんか文だとあんまこれ難しいじゃんこの気持ちってだからちょっと久しぶりに話しそうかなって思ってそう、あんま泣かなかったから、あの時のさ9月1日の時の発表もあんまりなんかそんな泣くとかなかったから大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱりちょっと、そうですね、悔しいのは悔しいですよねでもやっぱりそれはそう、もちろん初日選ばれなかったっていうのは悔しいには決まってるんですけど、でも自分的には、自分こんなことも言うのはあれですけど、私はそのまあ自分のダンス覚えれないし、ダンスできないし、歌詞も覚えれないし、だけどなんかそのそれでもその劇場を見てすごい私のことを好きになったよとか、劇場を見てパフォーマンス見て好きになったってすごい方も意外といるのでこんな私でも、だからそういう方のためにじゃないけど、そういう方がいてくれるから私もなんか自分のパフォーマンスとか歌とか嫌いにならないで入れてるし、むしろ全然できないけど自分は自分なりにいろいろ毎公演毎公演これ頑張ろうとか、これもっとこう今日はじゃあ 表情とか表現を頑張ってみようかなとか、今日は歌頑張ってみようかなとか、今日は誰よりも元気に踊ってみようかなとか、いろいろなんか考えながら今までずっと初日経ってから劇場にずっとなんかやってこれてるので、なんかそういうだからこそ、別に自分の劇場に立ってる自分が好きだし、だからこそこれからもなんかまあそうですね、ファンの方に劇場に立ってる私をまた見てもらったりとか、今応援してくれる方にはもちろん、まだそのこれから
初めて、これから初めて私のことを見てくれる方にもその劇場のパフォーマンスとか見ていいなとか好きだなとか推したいなって思ってもらえるようななんか、うん、メンバーになれるように頑張りたいなって思いますはい、なのでまあ初日どうだろうね、私の初日は来るのかわかんない、まだレッスンとかは始まったりしてないし、何もそのアンダーでね、アンダーとはいえどこの何の誰と一緒とか誰のポジションとかまだ何もわかんないんですけど、うん、そうなんですけど、あの、うん、なんかわかんないわかんないけど、でもまあそう、その公演わかんないけど、まあいつかなんかの何かしら劇場にたくさん立てたらいいなと思います。新公演、新劇場になっても。だからそれまでファンの方にはまたまためっちゃ待たせちゃうかもしれないんですけど、待って待っててもらえたら嬉しいなって思います。はい、うん、そうです、以上ですそう、はい、うん、はい、ごめんなさい、一回さあ涙拭いてきていいですか。ちょっと待ってて。これどうやって止めるの。ちょっと待って。ちょっと落ち着かしてみんな。ない最近の話、最近話せてない。なんかさ、配信したいと思ったりさ、これ話したいと思ってる時にさ忙しかったりさするからさ忘れちゃうんだよね。出張公演、そう、出張公演はこの間初めて神奈川公園に、神奈川公園初めての出張公演出させてもらったんですけど、めっちゃ本当に超近い、全員見えるの、全員見えるんです。だからなんかね、本当に劇場みたいな近さ、本当に全員見える顔、今後のなんか会場とかまだわかんないけど、きっとそうなんじゃないかな、全国だから絶対もう確実に全員見えるし、確実に私のファンの方に全員にめっちゃレスしたね、こう神奈川公演確実に
まずペンライト白ピンクとうちわ持ってる方は全員私のファンだと思ってるから、私のうちわね、めっちゃレスした。うん、確かに神奈川はね、段差あったからなのかな、めっちゃ見やすかったよね。うん、そう、ねえ、だから次はそう茨城なんです。地元茨城公園めっちゃ楽しみ、めっちゃ楽しみです。しかも茨城公園にはあの私のことが大好きなおじいちゃんいるってショールームする時とか結構話してたんですけど、話出てたじゃないですか、私のこと大好きなおじいちゃんいるってあのお母さんのお父さんなんですけど、私のこと大好きなんですよ本当に、昔からちっちゃい私の5歳くらいのそのガラケーで撮った写真を未だに待ち受けにしてるんですけど、本当に大好きって何でも調べてるのね。そう、そのおじいちゃん、おじいちゃんだからなかなかさ、キャバナの劇場までは来れなかったり、あと仕事が忙しくてなかなか来れなかったりしてたんですけど、初めて私のアイドルしてる姿を、その番組とか全部撮ってくれてるんだけど、初めて私のステージに立ってる姿を見に来てくれるんですよ。秋和じゃない秋和は春野のね。え、そうだから、おじいちゃんとそのおばあちゃんに、そう、あの塩むすびが美味しいおばあちゃんね、塩むすび大好きなの、そのおばあちゃんの、そう、そのジーバーが来てくれるので、たくさんいいアイドル姿を見せたいなって思うので気合入ってます。より一層地元だしね、めっちゃ気合入ってます。頑張ります。茨城楽しみ。そうで、来てくれる方にね、なんかいろいろ握手会とかでも聞いてもらったんですけど、聞いてくれる方がいたんですけど、水戸駅で私が、これもねちょっと前、結構前にあのショールームで話したんですけど、あの水戸駅でまだあるかな、私が好きな、あのもう高校生の時もうほぼ毎日水戸駅行った時には食べてた定食屋さんがあるんですけど、魚沼食堂、そう覚えてる、魚沼食堂っていう水戸駅の上サイゼとかじゃない方かな、水戸駅の上、とにかく魚沼食堂、魚沼食堂が大好き、魚沼食堂の唐揚げが大好きなんです。唐揚げ定食、魚沼食堂の唐揚げ定食がおすすめです。茨城公園に行く皆さん、え、わかんない、まだあるかな、でも大好きなの。え、でご飯おかわり無料、お茶も飲み放題。あそこのまず魚沼食堂がいいところは、新潟県産のコシヒカリを使ってるんですね、魚沼の。そう、そこもうお米がまず美味しいで、唐揚げもサクサクしててめっちゃ美味しい。いろんな種類があるんだけど、私は普通の唐揚げが好き、結構。あとなんかポン酢みたいな、なんかかけてある唐揚げ美味しいの、めっちゃ。でまずそう、そこのお茶も美味しいの、お茶も飲み放題だし、ご飯もおかわりし放題なので、もう絶対だそこだね、おすすめは。それかサイゼそれか水戸駅のサイゼ、水戸駅のサイゼももう超思い出深い、もうほぼ、やっぱ水戸駅のサイズでも意外と混んでるんですよ、人気で。そうだから、まあおすすめですね、その2つかな。うん、うん、うん、あるっぽい、魚沼食堂あるっぽいよ。魚沼食堂ぜひ。え、しかも、あ、そう、そうサイゼの思い出した。え、そう、これいつ言おうかなと思ってだいぶと過ぎちゃったんですけど、 1ヶ月前くらいかな、そう、ゆきりんさんと2人でサイゼに行きました。ゆき
キリンさんとサイゼ行ってきた1ヶ月前かな、1ヶ月半前くらい。そう、卒業、キリンさんが卒業してから初めてかな、あった、あれだ、キリンさんがあのゲスト出演する前々日くらいくらい、前々日とかかな、わかんない、その1週間前とかわかんない、そこらへん。そう、私その日仕事あって、その劇場出れなかったじゃないですか、キリンさんが AKB 劇場のゲストで来てくれた時。そう、その前くらいに2人で、あのサイゼ行って6時間くらい話してた6時間くらい喋り倒して、今度は元いっぱいちゃんとしたあのとこも行こうねって。サイズで6時間ってやっぱ学生くらいじゃない女子高生だよね、やっぱ。そう、なかなかない、そんな予定ではなかったんだけど、ちょっといろいろ話が盛り上がっちゃって、いろんな話とか、まあ、相談もそうだし、いろいろ話してたら6時間くらい経っちゃって、ゆきりさんといっぱい久しぶりに話せて嬉しかったです。うん、そうだから、またね、まあ、お仕事とか何かでも会えたらいいなって。あとご飯も魔法エリで、次はね、魔法エリユキリン、ユキ魔法エリでご飯行こうねって話してるので、早く行けたらいいなって思ってます。あ、そう、その時まだ食事制限してて、小麦あんま取ってなかったり、もうお酒は買い、あの何、禁酒、禁酒してたので、しかもその時間帯が昼くらいから夕方くらいまでだったので、ゆきりさんとこのサイズ行ったの。そうだから、そんなにめっちゃ食べたわけでもないし、お酒とかも飲んでないです。逆にそれ6時間くらい話すのやばいか。うん、そう、それなので次は雪魔法エリで。そうで、しかもあのさっきメール届いたかな、え待って、なんか目腫れた気がする、最悪疲れた、え本当やだ、泣くと疲れるからね、これが嫌なんですよね。昨日エリちゃんと仕事だったんですけど、そう、まだ解禁じゃないから早く言いたいね、楽しみにしてください。お仕事の後2人でドンキに行って、私はドンキでカラコンを買いましたね。しかもさ、今日さ、配信のためにちょっとメイクしたんだけどさ、涙袋、新しいね化粧品買ったの、したら気合入っちゃったみたい、涙袋に、涙袋作りすぎかも。カラコン、今日はカラコンじゃないんだけど、何、ちゃんとしたあの仕事がある日、撮影とか写真いっぱい撮るとかの日はカラコンするようにしてる。でも高いからあんまカラコン使いたくないんだよね。だから夏カラコンが持ってな、あのカラコンなくなっちゃって、使い切っちゃって、ほぼだからね、フェスとかも普通にカラコンしなかった、あんまり。だからカラコンしてる時としてない時はっきりしてるかも。うん、嬉しい、配信始まってからです。ありがとうね。んと、ドア入ってめっちゃ目悪いの私。カラコンは、あのカラコンウィンクの時に紹介したよね、メンバーのカラコンみたいな、あれずっとあれでも、なんか最近初めてなんかラルムっていうカラコンがあるんですけど、それ買ってみたんだ。まだ1個買って、この間なんかの公演の時に1回つけたの、初めて、そのカラコンで、もう1種類昨日初めて買ったのがあるから、またいつかなんか紹介とかできたらいいねと思ってます。ちょっと待ってね。で、こうやってかけるやつ、つゆ、初めて、そう、メールに書いたんですけど、初ツルトンタンしたんです、超念願、人生初ツルトンタン、え、マジで感動した。え、あんなメニュー多いんだね。あ、釜玉うどんかも、確か初
ツツルトンタンめっちゃ美味しかった、感動した、マジで全制覇したいあのメニュー、うどん大好きなんだよね、うん、初めてなの、超感動した。サホちゃんとセリカさんとツルトンタン行ったんだけど、2人は結構ツルトンタン食べたことあるらしい、結構行くっていうか、うん、ツルトンタン好きって言ってたから。でサホちゃんがご馳走してくれたの、美味しかった。あと2分、あと2分なの、早いね。まあそろそろで、ここでみんなにお知らせがあります。お知らせがあります。ここでお知らせたわけじゃないんですけど、明日の20時に X で嬉しいお知らせありますので、お待ちしててください。待っててね。明日の20時です。見ててね、明日の20時、うん、明日の20時に X で、はい、以上でした。うん、ありがとね。ということで、そろそろ終わろうかなって思います。もっとなんかいっぱい話したいこと あるんですけどね、またできたらいいなって思います。普通にショールームの頻度も上げれたらいいなって思います。もっとね、またやるときは告知とかしますね。 TwitterX でショールームするねって、また話そうね、ありがとね、いっぱいたくさんありがとうございましたちゃんと聞いてくれて嬉しかったです。じゃあ私はこれからたくさんレッスンがあるので頑張ってきます。ありがとうね。じゃあランキングを読みたいと思います。うーん、どこから読むのかな。これだ。1位もももちゃん、なむちゃん、ありがとう。2位のぶゆき、のぶゆきありがとう。3位 AKB 魂さん、ありがとう。4位ソニーさん、ありがとう。5位おっくん、ありがとう。6位ミラクル先生、ありがとう。7位てるゆき、ありがとう。8位安楽生涯、ゆずかたおし、ゆずおしだ、ありがとう。9位松尾さん、ありがとう。10位あさひさん、ありがとう。11位わきぴんぴー、ありがとう。12位ケントさん、ありがとう。13位大西キリンジさん、ありがとう。あ、13位までだった、ありがとね。またいつできるかな、またできたら話そう、ありがとね。急に始めるかもしれない時もあるので、もしよかったらこの YouTube じゃないこの配信ショールームをフォローしてくれたら嬉しいです。またね、行ってきます、頑張ります。バイバイ、ありがとうございました。